皆さんこんにちは、チャンネルライダーヒロでございます。本日も仮面ライダーの新しいおもちゃ商品紹介レビューしていきたいなと思います。 SH フィギュアス強化月間でございます。本日紹介させていただくのはこちらでございます。はい、真骨頂製法 SH フィギュアス仮面ライダークーガグローイングフォームの紹介でございます。まさにね、平成ライダーで初めて、登場した仮面ライダーがこのマイティフォームではなくクーガグローイングフォームなのではないでしょうか。私もね、仮面ライダークーガ世代ということで初めて見たのがこのクーガ1話だったので、初めて見た仮面ライダーはこのグローイングフォームだったんじゃないかなと思っております。それほどね、非常に思い出深いキャラクターが真骨頂製法で無事に商品化されました。やっぱマイティフォームのただ白版なんじゃないのって皆さん思ったりもするかもしれないんですが、この角の形状もやっぱ違ったりするんでね。またグローイングフォームもね、グローイングフォームで活躍してるんですよ。なんでね、やっぱりこの商品化は本当に嬉しかったです。ということで、まずね、外箱の方を紹介してから中身の方を見ていきたいなと思います。まずはね、外箱グローイングフォームがアップで写っております。そして横は真骨頂製法と同じく、箱押しでね、クーガグローイングフォーム、そして上は SH フィギュアスと書いてありますね。後ろの方も説明書きとサンプルポージング見ていきましょう。はい、こちらの方はね、よく、自動車だったり、特写だったりでよく見かけるようなポージングだったりしますね。着地してるポーズとか、このようにいろいろオリジナルでもつけてくれてるようです。下はね、説明書きとなっております。はい、ということで、まずね、このように外箱を紹介させていただきましたので中身見ていきましょう。楽しみです。はい、もちろん取扱説明書しっかり入っております。そして本体でございます。おー、ついに対面できたグローイングフォーム、いやー楽しみですね。さあ、先に付属品見ていきましょう。はい、ボーナスパーツもついてるようですね。まずサムズアップ、グローイングフォームでもしましたからね。そしていつもの構える時の手首、そして開き手、またこちらも開き手ですね、ついているようです。デフォルトでは握り手がついています。そしてクーガファンならね、もちろんわかります、こちら拳銃、一条さんとかね、杉田さんだったりの拳銃、こちらついております。ペガサスフォームにも出してくださいねっていうこともできますし、またグローイングフォームね、ライジングペガサスから、プロに打たれて、一気にねグローイングに戻ってしまったシーン等も握ってはいたので、またマイティフォームに握らすのも非常にありだと思います。そしてドラゴンフォームに使えるこの工事現場のポールですね、こちらもついております。いいですね、ボーナスパーツとして非常にこの上ないようなパーツなんじゃないかなと思います。ということで、内容物もしっかり確認できましたので、もう早速本体開けていきたいなと思います。はい、ということで開封させていただきました、グローイングフォーム。いやー、これもね、意外と楽しみにしていた一品なんですよ。グローイングフォームっていうのはやっぱりクーガがやられた時だったりパワーがない時になるフォームなのですがね、ギノガの時には大活躍をしまして、幼稚園の頃にも、ソフビ買いに行きましたからね、自分で。当時ね、好きになっちゃったフォームなんですが、今回グローイングフォーム無事一体化されたということで見ていきましょう。まさにね、基本的には、可動だったり、する部分はほとんどマイティフォームと同じですということなので、違いを確認していくと、アークル赤色ではなく、そうなんです、オレンジ色なんですよね。意外とちょっと色違ったりするっていうのを、皆さんね、分かっていただけたら嬉しいですね。またマスクのこの複眼の部分もオレンジがかったカラーリングなんですよね。これが、マイティフォームとね、また違うポイントだと思います。また一番違うポイントはこの角の部分ですよね。非常に短くなっております。意外とね、このバランス難しいんですよね、立体化する上で。グローイングフォームの角ってこれをしっかり、造形で表現されております。さすが真骨頂製法ですね。また赤だった部分が全てパールがかったホワイトになっています。劇中でもこのようなね、パールがかったホワイトになっているんで、各部しっかり白に塗り替えられていて非常にクオリティが高いです。おー、クリアパーツですね、いいですね。また足のモールドもしっかりしております。可動は最初言った通りマイティフォームと同じですので、マイティフォームのレビューの方、ぜひ確認してみてください。後ろの方も真骨頂製法しっかり、作
再現されておりますね。はい、ということで全身紹介させていただきましたので、今回もチャンネルライダーヒロで行っておりますポージング講座クーガーグローイングフォーム編開催していきたいなと思います。ということでね、一つ目のポージング、5代クーガーへ初変身ズ・ムグンバへパンチを、した時のグローイングフォーム、こちらのポージングやっていきたいなと思います。はい、ということで一つ目のポージング、初変身のパンチを決めたクーガグローイングフォーム、こちらのポージング再現させていただきました、こちらのポージングのコツに関しては、初めてグローイングフォームに変身した時の再現のところなので、意外とね、拳こう出してしまいそうなんですが、初めてパンチした時5体はこのようにパンチしていました。横ですよね、拳。このね、拳、横にするのを、まず忘れないようにしてあげてください。それ以外に関してはね、しっかり初めてパンチをしているポージングですので、腕をしっかり伸ばして、必死にうわーって殴った感じなんで、しっかり前を見てる感じではなく、ちょっと下を向けるぐらいですね、首。そのようにしてみてください。反対のね、左手はしっかり曲げて、顔の近くまで持ってくるような感じですよね。それをしてあげると劇中っぽくなると思います。また、しっかり腰を反らして伸ばす。そして足は右足を奥にして、左足を前にしっかり広げることで、初めて、パンチをしたグローイングフォーム表現することができると思います。やっぱりね、グローイングフォーム初めて、登場したのがこのアングルだったと思うんですけど、かっこいいですね。いや、弱いフォームでも魅力はとてもあるんでね。はい、ということで1つ目のポージング以上とさせていただきます。それでは2つ目のポージング、大活躍したグローイングマイティキック3連発の時の、まずクーが構えてる時のポージング、そちらの方やっていきたいなと思います。はい、ということで2つ目のポージング、グローイングマイティキックをする前の、クーガグローイングフォームのポージングやらせていただきました。こちらのね、ポージングに関してのコツは、まずね、下半身、足をね、しっかり開いてあげましょう。右足をね、前に出す感じ、左足は後ろ側に行くように、両方ともしっかり膝を曲げてあげて着地させてあげてください。足首、そして腰は気持ちちょっと前かがみになるような感じですかね。この角度とかすごいかっこいいですよね。スチール写真とかではこの角度とかよくあるんじゃないでしょうか。左手はベルトの上にちょっと当てるような、変身の時のような感じですよね。これを、左手はしてあげて、右はこういう風に変身の時みたいにこう見せるのではなく、こういう風に手刀のようにこういう風に相手に対して切るような手の使いをしてあげてください。クーガに変身してる時はね、こういう手の使いになっているので、変身の時とはまた違うんだよっていう風に、思ってくれれば、ポージングする時分かりやすいと思います。ということでね、相手の方もしっかり見ていますね。この時キックの直前のポーズですのでね、このような感じ忘れないであげてください。はい、ということで2つ目のポージング、グローイングマイティキック直前のクーガグローイングフォームやらせていただきました。ということで、最後3つ目のポージングいきたいなと思います。3つ目のポージングは、サムズアップしているクーガグローイングフォーム、こちらの方やっていこうと思います。はい、ということで3つ目のポージングやらせていただきました。サムズアップしているクーガグローイングフォーム、こちらの方ですね。ポージングのコツに関しては、戦い終わって、普通にね、立っている感じですよね。クーガなので特にカッコつける立ち方ではなく、普通にこのように立たせてあげてください。そして手もね、戦い終わってるのでちょっと気持ち曲げる程度でいいかもしれませんね。このように自然に、下ろしてあげて、このようにちょっと斜め向いてる感じですよね。ベルトがここの辺にあるんだけど、顔はちょっと横向いてるの分かりますか。ちょっと顔を曲げてあげて、そしてサムズアップの手首をこうしっかり見せてあげる。これをするだけで、グローイングフォームね、このまま5台に変身解除していくんですが、その再現をしっかりポージングすることができます。はい、ということでね、3つ目のポージングもやらせていただきました。本日の動画は以上とさせていただきます。ぜひポージング参考にしてみてください。本日の動画よろしければチャンネル登録、サムズアップの方よろしくお願いいたします。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。チャオ。